ゴミのようなものがなんか浮いて見えるようになったとかね、出血してる症状を表すことは非常に多いんですね、はい、そういう物理的な刺激にも反応して光が見える。探すのは得意中の得意なんですけどね。そうなんですね。そうそうそう。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。ガミンです。よろしくお願いします。いや、この間ね、また網膜剥離の患者さん来ちゃったんですよね。そうなんですか、うん、いろんな程度の方がいらっしゃるんですけどね、はい、網膜が剥がれるわけですけど、その剥がれる範囲が広がっちゃうと手術するしかなくなっちゃうんですよ。手術ですか、うん、でやっぱその人もね、手術になっちゃったんですよね。網膜剥離は剥がれた網膜をくっつけなきゃいけないって、まあ、手術になることは結構ある病気なんです。運がいいとね、早めに見つけてレーザーで止めておけば手術にならなくて済むよってことがあるわけなんですよ、うん、でも早く見つけたいとは思うんですけど、うん、どういう時がもしかしたら剥がれてる時になるのか気になります、うんうん、剥がれた網膜っていうのは働かなくなっちゃうから、その部分って見えなくなっちゃうんですけどね、そういう見えない部分が出てきてからだと、まあ、大抵ちょっとこれ手術になっちゃうんですよ。まあ、2つ症状としてはあるわけですよ、まあ、1つは飛蚊症ですね。ゴミのようなものがなんか浮いて見えるようになったとかね、煙のようなものが上がってきたとかね、炭のようなものが上から降りてきたとかっていう症状は、これ出血してる症状を表すことが非常に多いんですね、はい、血管が破けてどっか出血してるわけですけど、血管だけじゃなくてやっぱ網膜が破れてる可能性があるんですよ。で、破けただけだったらもうレーザーの適用なんですね。気がついた段階ですぐに眼科に来てもらえればレーザーで済んじゃいますよってことなんですね。うん、網膜は引っ張られるときに光として感じることがあるんですよ。光としてですか、うん、そうそう。だから暗いところとかね、目を閉じたりしたときに、本当だったら実在しないような光が視野の端の方でね、見えたりする場合に、はい、まあ、それ高視症って言うんですけど、まあ、その光が見える症状と飛蚊症とね、この2つに気をつけてもらいたいなと思うんですね。網膜剥離ね、どういう状態になることを言うのか、ちょっと説明しましょう。はい。網膜っていうのは目の内側でね、一番奥にある薄い膜なんですよね。入ってきた光が網膜に当たると、光のエネルギーをですね、まあ、電気のシグナルに変えて、でこの視神経へ信号を送って後頭葉っていうところまで行くと、ようやくものが見えるっていうことなんですけどね。網膜は非常に薄いんですよ。近視の人はさらに薄くなることが多いんです。引っ張られる力があるとすぐ破けちゃうんですよ、これ。で、引っ張られる力って何かっていうとですね、ここに入ってる小視帯っていう、それがね、この中パンパンに詰まってるうちはいいんですけど、だんだん年齢が進むにつれてね、小視帯がね、こうしぼんでくるんですね。均一にしぼんでくれるといいんですけど、ところどころね、こう網膜にくっついたような状態でね、目が動くたびに小視帯が中で揺れるね、いろんなところで網膜を引っ張ってしまって、強い力があそこに加わると網膜がついて破けちゃったりするわけです。で、その時に、まあ、出血がしたりとかね、飛蚊症が急に増えたりとか、まあ、そういうことが起こるんですね。網膜ってね、そういう物理的な刺激にも反応して光として感じちゃうことがあるんですね。で、それが脳へ行くと光が見えるっていうことになるんです。実際にはない光ですからね、まあ、そういうものが見える症状を光視症っていうんですね。うん、まあ、高視症が危ないサインですよね。網膜が引っ張られてるってことですからね。引っ張られて破けちゃった時に飛蚊症が急に出てくるとか、大抵血管が走ってるんで、まあ、血管も一緒に破くとですね、出血するわけですね。中心部は、まあ、ここでしかね、視力 1.0 とか 1.2 とかそういう視力出ないわけです。ここからちょっとずれちゃうと、もうね、ぼやっとしか見えてないんですよね。へー、うん、繊細ですね。そうそう、だから目が動いてることでどこでもこうはっきり見てるつもりにはなってるんですけどね、まあ、実際には本を読むと分かると思うんですけど、こう追っていかないと読めないですよね。中心部以外は字が読めるような視力はないということなんですよ。その大事な黄斑部が剥がれちゃうと急に見えなくなっちゃうんですね。急にですか。そうそうそう、途中まで剥がれててもね、気づかないことが多いわけなんですよ。例えば出血しますよね。煙のようなものが上がってきたぞと思っていると、それがね、だんだん薄まって見えなくなってきちゃう。大したことなかったんだなと思ってると、剥離だけがこう進んできてね、で、ある日突然こう見えなくなってきて、慌てて眼科行って、あ、網膜剥離です、すでに黄斑部が剥がれてます、手術しないとダメです、みたいなことになっちゃうことがあるわけです。高視症の段階とか飛蚊症が増えた時とか、まあ、その時にね、すぐに眼科行ってもらえると、まだ破けたばっかりっていう状態だったらね、そこのところレーザー止めちゃえばいいわけですね。
違和感があったらすぐに眼科に行かないと大変なことになるってことですね、うんうん、こういう症状の場合はね、そうなんですよ、網膜にくっついてる部分がですね、まあ、急に外れてね、綺麗に外れて網膜を変に引っ張ったりしなければ硝子体だけがこうしぼんでしぼんでくるわけですね。そうすると急にシワが増えたりして飛蚊症増えるんですよ。でね、まあ、そういう時もあるので、眼科行って何でもなかったですってこともたくさん実際にあるんですけど、一定の割合で網膜が破けちゃってる人も混じってるわけですよね。うん、まあ、その後のことを考えるとね、はい、入院して手術とか可能性は高いわけではないんですけど、その時に言っておけばよかったなっていうことがね結構あるんですよ、やっぱりね。じゃあ自分のためにもまずは眼科に行った方がいいってことですね。そうなんですよ、まあ、忙しいとねなかなか病院って行きにくいもんなんですけどね。ただまあそういうことがありますから、すぐ病院くらいちょっと一番いいですね、はい。うん、なんか先ほどの話で近視の人だとなりやすいみたいな話が出てたと思うんですけど、うん、網膜剥離になりやすい人っていたりするんですか？うん、近視の人っていうのは眼球が後ろに長いんですよ、こういうふうにね。そうすると本来の硝子体が中でこう動きやすいわけですよ。破けた穴を裂孔っていうんですけど、裂孔ができやすいのは高度近視の人がやっぱり可能性としては高いんですね。眼球が後ろに長いということは網膜も引っ張られて薄くなってるから、はい、破けちゃった時に大きく破けやすかったりとかね、うん、同じ力で引っ張っても厚い網膜の方が破けにくいし、うん、薄い網膜の方が破けやすいじゃないですか、はい、近視の強い人ほど不利は不利なんですね。なんか私自身が強度近視なので見え方について注意したいと思いますし、何かあったら眼科に行こうと思います。それでね、まあ、田上の場合はね前に眼底検査というのをやりましたけど、はい、眼科行くとね、じゃあどうするかっていうとですね、目の奥を見ないといけないでしょ。瞳がちっちゃいと目の奥は見えないわけですよ。その検査薬何種類かありますけど、その目薬を使って数十分待ってるとですね、瞳がうんと大きくなるわけでしょ、うん、うんと大きくなると中がよく見えるようになるわけですね、はい、でうちの場合は特にリクライニングシートに寝てもらってね、僕がこういう風になってね、周りの方までよく見るわけです。裂孔ができる場所っていうのは網膜のね端っこの方にできることが多いんですね。本当に端にできちゃう人ってね、よっぽど頑張ってみないと見えないことが結構あるんですよ。まあ僕なんかは幸いなことにね、まあ、研修時の時代にねすごく網膜の専門の先輩に教育を受けて、探すのは得意中の得意なんですけどね。そうなんですね。そうそうそう、またそういうトレーニング受けられてよかったなと思うんですけど、まあ、やっぱりね見つけにくい穴っていうのはあるんですね。見つかっで、うまくレーザーで治療できれば簡単に済みますので、治療がね通院で済んじゃうから大変かもしれないんですけど、普段と違うような症状が現れた時にすぐに眼科行ってほしいんですよ。違和感っていうものに敏感になってもらって、少しでも気になることがあったら、うん、まずは眼科に行かないと手遅れになるってことですね。そうですね、そういうこともあります。まあ、網膜剥離はね防ぐことがなかなか難しい病気なので、症状の出た時に病気がどうなのかってことを診断してもらうってことが とても大事ですね。ここではねいろんな話をしますけど、喋りきれなかった内容を LINE で配信したりすることもありますので、私の公式 LINE にねお友達になってくれるといいと思います。カジュアルアイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日の話役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。